こんにちは、藤田です。今回は人からどう思われているかを気にしていると大損する理由という話をしていきたいと思います。人が自分をどう見ているか、こんなことやったら人にどう思われるかということですね。気にしすぎてですね、行動が止まっている人多いと思います。例えばですね、副業などで起業などしようとするとですね、こういった壁に必ずぶち当たるんです。私もかつてそうでしたし、今でもですね、まだそういったですね、意識はあります。ただですね、こういった考えは度が過ぎると損をすると思います。また、度が過ぎている人が非常に多いような気がします。実はこれはですね、自意識過剰と呼ばれるものなんです。はい、今回の動画でお伝えする内容です。ネガティブな自意識過剰。ある心理学者チームの研究。打作を気にする必要はない。こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので、見てください。藤田博士と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、ネガティブな自意識過剰っていうことで、自意識過剰というとですね、自分の見た目をですね、気にする人やですね、ナルシストなんかのですね、自信過剰な人をですね、想像することが多いと思います。つまり自分のことをですね、ポジティブに意識しているパターンですね。ちなみにですね、周りからうざいやつと思われがちなんですね、自分の話ばかりする人も、これもですね、自意識過剰の一種ですね。こういったポジティブな自意識過剰な人はですね、いわゆるやりすぎですね。これで損をしていることになります。ところが一方ですね、ネガティブな人はですね、やらなさすぎで損をしています。まあ、やって損するならですね、まあ仕方ないですけど、やらないで損するっていうのはですね、もったいないんじゃないでしょうか。ネガティブな自意識過剰な人はですね、人からどう見られるかとかですね、人の意見をですね、気にしすぎる人なんですね。そのためですね、何か行動しようと思ってもですね、こういったことが気になってしまって行動に移せないっていうことですね。これが非常にもったいないと思います。現実にですね、ほとんどの人はですね、あなたのことをですね、見てないですし、気にもしてないっていうことですね。先日読んだ本の中でですね、この話を裏付けるエピソードがあったのでご紹介します。はい、ある心理学者チームの研究っていうことで、本というのはですね、これです。僕らはそれに抵抗できないっていう本ですね。2000年にですね、この本の中にですね、2000年にある心理学者チームが学生にですね、不本意な服装をさせるという実験をしたそうです。で、被験者はですね、往年の名歌手、バリー・マニローさんの顔写真がついた T シャツを着て、他の学生が大勢いる部屋に入っていかなければならないというですね、罰ゲームみたいなことをやらされたということですね。まあ、このバニー・マニローさんの顔写真の T シャツがどれぐらい恥ずかしいかっていうのはですね、ちょっと私にはわからないんですけど、事前のテスト、調査でですね、大学生全般においてですね、この顔付き T シャツを着てですね、講師の面前に出たくないっていう人がですね、ほとんどの人がそう思ってるっていうことはもうリサーチ済みだったっていうことだそうです。で、研究者はですね、この不幸な被験者をですね、しばらくその部屋に放置して、そして連れ出してですね、仲間の何人が T シャツに気づいたかということをですね、考えさせたそうです。で、被験者はですね、自分の着てるシャツがですね、当然気になって仕方ないですから、まあ、部屋にいた学生の半分ぐらいはですね、気づいたんじゃないかと答えたそうです。ところが実際は5人に1人ぐらいしか気づいてなかったっていうことなんですね。これがですね、自意識過剰であることをですね、裏付けるエピソードだと私は思います。自分はですね、気になって仕方なくてですね、半分以上の人がですね、気づいてるに間違いないと思っていたことがですよ、実際はですね、はるかに少ない 20% に過ぎなかったっていうことなんですね。はい、打作を気にする必要はないっていうことで、ネガティブな自意識過剰な人にお伝えしたいのは、自分の発信する情報がですね、結果的に打作になってもですね、気にする必要はないっていうことなんですね。例えば SNS に何か投稿してですね、いいねはもう全然つかない、少なかった時にですね、うわぁ、打作を投稿してしまったと凹む人もいるらしいんですけど、まあ現実的にはそんなことをですね、他人っていうのは全く気にしてないんですよね。それ以前に、ほとんどの人は気づいてもいません。
SNS をですね、自らやっているような人はですね、自分の投稿で頭いっぱいなんですよね。他人のことを気にしている暇などないということです。そう考えるとですね、自分が打足を発信したことに対してですね、落ち込むなどという行為がですね、いかに損でですね、しかも間抜けなことがですね、お分かりになると思います。そしてビジネスにおいてはですね、ほとんどの行動が外部への発信となります。そしてなるべくたくさんの発信をしないとなかなか成功には至りません。そうなるとですね、必然的に打作が混じっても仕方ないわけですよね。ただそもそもですね、気にする他人はほとんどいないわけですから、自分がそのことを気にしてですね、行動できないとしたらですね、相当損をしているということなんですね。ですからどんどん打作を気にせずに発信してください。はい、副業への一言ということで、私のお勧めしている副業はアルバイトなどではなく起業です。自らビジネスを起こすということはですね、自ら情報を発信して多くの人に見てもらう行為です。そしてそれなりに数を打たないとうまくいきませんから、この中に打作が混じる可能性は高いですね。ただそんなことはですね、全く気にせずに、ある意味ですね、打作を垂れ流していいわけですね。誰も気にしてませんし、気にしたとしてもですね、すぐに忘れます。ビジネスはですね、なるべくたくさん数を打つことが成功への近道です。はい、今回は以上です。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからもぜひご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。